友人が自殺したんですけど。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル。友人や知人が自殺したっていうですね、経験をお持ちの方いらっしゃいませんか。日本人の約3万人が毎年自殺しているという事実、10年だと30万人、30年だと90万人になりますから、自分の2、30年の人生を考えるとですね、100人に1人ぐらいが自殺するわけですね。そうなってくると自分の友人とか知人が自殺するということはおそらくほとんどの人に起きうることだと思うんですね。もし自分の親しい友人が自殺したとしたらですね、非常に落ち込みますよね、皆さんね。で、必ず思うと思うんですね。なんであの時気持ちを分かってあげなかったんだろうとか、あの時こうしてれば、こういうふうに言葉をかけてれば、あるいは私がこうしなければ彼はこんな自殺なんかしなかったんじゃないのっていうようなことをですね、必ず思うと思うんですね。こういう自責の念にとらわれます。友人が自殺してしまって、それを自分の責任じゃないかというふうに思うのが普通なんですね。これはね、関係が親しければ親しいほどそういうふうに思ってしまいます。あるいは家族とかの場合だと、もうほとんど 100% 起きますね。家族が自殺して亡くなった場合は、自分のせいが自殺したんじゃないかっていうふうにみんな思ってしまうんですけども、自殺というのはですね、私も患者さんに自殺されたことがあるんですけども、自殺っていうのはやっぱり非常に複合的な原因がいくつも重なり合ってですね、起きるわけですね。ですから、たった1個の原因で自殺するってことはまず普通はないのですね。例えば借金を苦にして自殺すると言いますけど、日本人でサラ金から借金してる人どれだけいるんだっていうと、もう数えきれないほどいるわけですけども、その中で自殺するのは本当 0.00 何%しか自殺しないわけですね。そうなってくるとですね、やっぱりたった一つの原因では自殺しませんから、あなたが何かその時してあげれば自殺を食い止められたのかっていうと、おそらく食い止められない場合が多いですし、逆に何かこう傷つくようなことを言ってしまったとしても、それが原因で自殺しているとは限らないわけですね。やっぱり複雑な心理というものがあります。ですから誰でもですね、自分を責めたくなる気持ちがあってですね、些細なことを思い出したらですね、自分を責めてしまうので、そういうことはしないでいただきたいなというか、してもあまり意味がないのでですね。で、自殺っていうのは防げないという場合が非常にあります。実際に私もたくさんの患者さんを見て、防げない自殺というのを見ておりますので、これからね、いろんな人と付き合う中で、そういうメンタル的に落ち込んでいる人に対してですね、そういう配慮をしていくっていう、次のステップにですね、その経験を生かしていったらいいんじゃないかなということを思いますね。